はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ココモンテス選手、ショートでも起用した方がいいじゃないのっていう風なお話をしていきたいと思います。はい、今までのジャイアンツのショートというのはですね、まあ、門脇選手がまあ、レギュラー、確約という風に言われてましたけども、なかなか調子が振るわずというところで、まあ、出口選手が出ることが多くなってましたと。で、その時に、まあ、ココモンテス選手を獲得したんですけども、まあ、使ったり使わなかったりとかね、いろいろありました。守備の問題であったりとか、まあ、坂本さんのね、状態の悪さであったりとかっていうのもありまして、いろいろね、ココモンテスの起用法が、まあ、どうしたらいいのみたいなところが、すごく YouTube の僕のコメントにも来てましてね。そういったところで今日ね、このような動画を撮らせていただこうかなというふうに思いました。で、僕の結論なんですけども、もうココモンテス、ショートで使った方がいいんじゃないのっていうふうなお話、というか、僕はそのような結論に至りました。というのも、もともと僕ですね、まあ、ココモンテスの守備力というところに関して、ちょっと疑問符というか、ちょっと厳しいんじゃないのっていうふうに思ってたんですけども、まあ、その、数試合ね、まあ、ショートで、途中出場したりとか、まあ、出場してるさ、中のね、プレイを見てると、まあ、めちゃくちゃ上手いわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ、例えば、守備で飯を食っていけるような選手ではないんだけど、まあ、普通に無難に、それなりにこなしてくれてるんで、まあ、サインプレイであったりとか、そういう細かいプレイは、まだあんまり、こう、できてないかもしれないですけども、うん。まあ、バッティングというところを考えたところで、やっぱり門脇選手であったりとか、出口選手よりも、まあ、総合力というところで言ったら、上なんじゃないかなっていうふうに、僕の結論に至りました。はい。で、まあ、まあ、坂本さんのね、状態もすごく、今上がってきてまして、今ね、この、二日前かな。3安打して、昨日も、まあ、ヒット打ってて、しっかり2安打かなっていうのがありまして、まあ、だいぶ状態上がってきたなって、打球の角度も上がってきてますし、まあ、守備にね、阻まれてるところはありますけども、非常に、バッティングもそろそろ上がってくるなっていう感じあるんで、多分、まあ、坂本さんはサードで、これからもずっと使い続けると思うんですね。で、ショートの、まあ、門脇選手だったりとか、出口選手の、まあ、状態見てると、あんまり良くないですね。で、門脇選手も最近出口選手に出場機会を奪われていることが多くて、まあ途中出場っていうところが非常に多くなってます。で、出口選手も、まあ打率とか見てると、まあ2割1分3厘、1ホームラン9打点、OPS580 っていうところで、まあこの間のちょっと前の三振もありましたけども、少し、まあ、ショートとして物足りない。まあ、守備はね、すごく堅実で上手かったりするんですけど、やはりバッティングが少し、弱いなっていうところがあるんで、まあ、ちょっと厳しいかなって思ってますと。で、門脇選手はどっちかっていうと、まあ、バッティングも、まあ、打率が88試合で2割4分9厘、0ホームラン12打点、OPS536 というところで、まあ、バッティングも物足りないんだけど、まあ、守備というか、途中から出てったりとかね、まあ、守備範囲であったりとか、肩の強さもそうですけども、そういったところを含めて、まあ、守備固めというところでは、もうすごく、優秀な選手ではあるので、先日のね、昨日の試合でもありましたけども、ショートね、モンテスでスタメンで行って、で、後半ね、坂本さんが、ダイソーとかでね、変わって、そのまま、ショート門脇選手にして、サードをモンテスにするみたいな、やり方が多分一番いいんじゃないかなというふうに思うし、これからね、そういう、坂本さんを、終盤変えて、そこにダイソー、門脇選手を入れて、で、門脇選手をショートに変えて、で、モンテスをサードにするみたいな、起用法っていうのが、ここから増えていくんじゃないかな、というふうに思ってます。まあ、やはり、坂本さんの状態の良さの、状態が上がってきたっていうのもありますし、やはり、モンテスもね、昨日、ツーベース、先生のね、タイムリーとか打ちましたけども、やはりバッティングというところで、まあ、はっきり言うけど、まあ、出口選手だったか、あったりとか、門脇選手と比べると、絶対モンテスの方が 100% 上なんで、バッティングで言うと。うん。で、今でもね、打率10試合で2割8分6厘、0ホームラン、5打点、OPS783 というところで、非常にね、まあ中距離ヒッターというかね、二塁打が多いバッターですし、まあホームランも今0本で、ですけども、打球が上がってきたら、間違いなくね、ホームランもね、打つかなというふうに思うので、そういったところで、まあ、守備の不安はあったんですけど、まあ、最近のね、というか、試合を出場している際の守備を見てると、そこまで、めちゃくちゃ不安になるかって言われたらそうではないので、非常に、バッティングというところを考えると、モンテス、ショートでやっていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、モンテスの良さっていうところで、まあ、やはりバッティングというところになるんですけども、
やはり、ラインに合わせていくというかね、まあ、日本人選手とよく似たね、レベルスイングができてるっていうところが非常にいいと思います。で、まあ、まだね、あんまり試合に出場してないんで、相手のね、チームもデータがまだ集まってなかったりとか、どういうバッターがまだ探り探りでやってるところはあるんで、まあ、当分はね、結果を出していけると思います。まだデータをね、集めてる状態だと思うので。ただ、まあ、それを加味してもですね、非常にこう、打席内でのスイングもそうですし、対応力ですよね。うん。普通ストライクになっても、まあ非常にコンパクトなスイングできてますし、特にインサイドというボールに対して、非常に反応が良かったりするんで、うん。そういったところで相手バッテリーも不用意にインサイド行ったら、あ、うまく打たれるなっていうところは印象として持ってるのかなと思うので、そういったところで、まあ外の配球、まあヘルナンデスも少し、最後の方ね、まあ今ちょっと状態上がってきましたけども、外のスライダーであったりとか、真ん中低めに落とされるフォークボールを、に対してちょっと苦戦した時期、ちょっと前までありましたけども、まあモンテスに関してもね、同じような攻め方をされると思うんですが、まあスイングなんかを見てると、まあ、苦労はする時期はあるだろうけども、非常に、まあ、うまく対応していけるし、クレバーというかね、配球を結構読んだりして打ってるバッターなんで、非常にね、対応力があるなと思うので、そういったところで、まあ、もう一回結論に戻りますけども、守備の不安っていうのはね、僕の中で、解消されたんで、まあ、門脇選手であったりとか、伊豆口選手を使うのもいいんだけども、まあ、モンテスをね、使っていく方が、結果的にね、得点能力って上がると思いますし、まあ、守備に関してはね、その二人の方が上手いんですけど、まあそこの、なんて言うんだろうね、守備1個エラーするか、ヒットをよく打ってくれるかっていうところの、まあその、天秤にかけた時の、安倍監督のね、まあ決断になると思うんですけど、僕はね、モンテスを出場させた方が結果的にチームの得点力上がるし、で、下位打線にああいうバッターを置いとくとね、チャンスで、打ってくれるっていう可能性も多いので、大いにあるので、で実際打ってくれてるんで、昨日大瀬良投手からもね。うん、そういったところで、非常に僕は、モンテスの方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、今後の起用法としては先ほども言いましたように、守備固めで、門脇選手をね、ダイソーで出して、坂本さん変えて、で、ショートを門脇選手にして、モンテスをサードにする、みたいな、出場機会が増えていくと思いますし、まあ、ちょっと伊豆口選手の出場機会がここから少なくなっていきそうな感じはするし、まあ、そこもね、まあ、競争だと思うんですけども、まあ来年以降ね、誰がショート本当にまあモンテスがなるのか、門脇選手がもう一回、ぶり返してくるのか、それはちょっとわからないんですけど、また新しい新人を取ったりとかね、もしかしたらあるかもしれないんで、そこはまあ巨人軍の宿命というかね、すごく難しいところではあると思いますし、まあね、伊豆口選手も切磋琢磨してね、その3人4人でね、3人かっていうところで、切磋琢磨していってほしいなというふうに思ってます。はい、てな感じでですね、今日はですね、ココモンテス、もう使った方がいいんじゃないのって、ショートで、もうレギュラーでとして、ショートで使った方がいいんじゃないのっていう風なお話してきました。まあ、まあ、結局、まあ、守備、もちろん大事です。ただ、守備での、まあ、その、たまにのエラーとか、あこれ取れたな、みたいな、やつと、やっぱり、こう、ここで打ってくれるとか、よく打ってくれるなっていうのを塩梅というか、天秤にかけたときに、やっぱり、打ってくれた方がいいかなというふうに思うので、もっとモンテスの守備がひどいんだとしたら、ちょっと厳しいなっていうところはあるんですけども、まあ今、現状見てると、まあ、そこそこ無難にこなしてくれるなっていうのは思うんで、うん。まあ、後半ね、守備がダメで、門脇選手出してったらいいかなっていうふうなところもあるので、うん。じゃあ、だったら、昨日のね、大瀬良投手もそうですし、まあ、ああいうね、いいピッチャーから打ててるっていうのは非常にいいかなというふうに思うので、下位打線に、まあ今、坂本さんであったりとか、モンテスがいますけども、ああいうバッターが、まあ、下位打線にいるっていうことは、まあ、相手バッテリーからしても、相手球団からしてもですね、抜けないのでね、うん、抜くところがないので、うん。そういったところで、非常にね、モンテスが入ることによって、打線の厚みっていうのがアップしていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は会ってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は会ってきます。じゃあね、バイバイ。